皆さんこんにちは、千代丸健二です。動画の反響がとてもいいということはこれまでも言っていますが、感情してみたら16本昨日現在まで上がっているわけですね。で、今日のやつが17本目になるんだが、実は警察官現職あるいは辞めた警官からの反響がありました。昨日のこと、文句みたいなもんなんだけどね、率直な青年でした。年は25、6かな、大阪の方です。で、警官を2年やった。そして動画を見た。こんなものを書いてどないすんやとね、警官名護やってるけど市民はみんな協力的だと。俺たちは、まあ俺たちっていうか自分たちは警官の仕事に誇りを持って、で、市民を職務質問して泥棒もいるし悪いことするやついると。じゃ警官がしなかったらどうするんやと。悪いやつは時々こうやってパーッと走って逃げるけど、逃がしてほっとけと言うんですかと。動画はつまり人権って、そんなものは人権の問題じゃないって、一生懸命まくし立てるわけで、ちゃんと私の方の携帯電話の番号にかかってきました。乗ってましたね。若いし一生懸命言うけど、あ、なるほどと私考えました。警官に対する本人だけの思いじゃなくて、君分かった、君は自分のしていること、警察官の方が正しい、市民が協力しないのが悪いと。 だから防犯登録などを調べて、そして盗難品かどうか、調べるんだねと。協力しますか、みんな協力してくれるのかいって言ったら、みんなしますわって。そう、したくない人があったら、いや、したくないんじゃ今度はやっぱり困るから、そう説得しますわ、逃げようとしたらちょっと待てって言うから、荷台掴んだりハンドルで押さえますわと。そんな実力行使までやっていいと思ってるのかいって言ったら、なんか判例もありますね、上司もやっていいって言います。なるほど、じゃあ上司も言う、で、君もやってる、それに対して市民は文句言わんのかって言ったら、いや、時々言う人もいるけども、そんなものは構わん、よし、じゃあ泥棒がいて取られたりそんなことしたら警察官何するんやと、何のために警察があるんやって言ったら、大体分かりました、多少不満げな人もいるけど言うこと聞きますわって言うから、そうか、君は警官になって、そういうこといささかの疑問もない。つまり今は民主警察と言うんだけど、そういう教育を受けなかったかって言ったら、いや別に特に、なんでそれ関係ありますねって言うから、そうか、それが間違いだよということを、ね、私はここに説いて話をしてるよねと。それを君はこんなことを、間違ったことでこんなことをしたらどうやって治安を守るんやと、ね、警察が守ってるから犯罪が減るし悪いやつを捕まえることができると。だったら悪いやつばっかり野放しになったらどないするんやと。君そういうこと、そうですわ、すいません、これはダメだと言うから、 OK、 じゃあ君と議論じゃなくて君の考え方の間違いを、じゃあ私が説明してあげようと。今は民主警察、民主というのは字を見て分かるように、政治も民主党が勝ったと言われるが、民が、国民が主人公、市民が主権者ということだよ。戦前は天皇制の国家で暴力警察、権力、特攻警察だった。それが戦後民主主義になって、君もそこで生まれて警察学校に入った。悪いやつ、正義を実現しようと思って入ったんだろうと。そうですわ。ところが教えられるのは警察が正しい、どんどんやれやれやれでね、本当に特貫坊主みたいな教え方をされて、それと君もそう思ってるから、で、君が接触をする市民は当然そういうふうに君から言われたら応じるというけど、中に応じたくない人もいるだろうって言ったら、逃げるやつもいますわ、逃がしたらどうなるんやって追っかけていって、これはしゃあないと思ったら腹立ちますわって言うから、君だけ腹立ったってしょうがないんだよと。じゃあ誰が治安を守れてるんだ、君が一人で治安を守ることはないの、いいかい、悪いことをする警官、わいせつ警官、万引き警官、強姦警官、かすりを取る警官、もうぐるぐるしてるじゃないかと。いや、わいはしてませんよって言うから、君がしてるかどうかは別と。警察社会が腐敗を今してるし、それから裏金を取って市民の怒りがあって、しかも職務質問をして逮捕同然にして逃さない、今君がやってる言い方もまさにそれなんだよ。市民の人権なんて関係ないって言ったけども、いや、そうは言ってませんわ、これは人権問題じゃないと、こんな動画を出すことがおかしいと言うてんの、ということがおかしいんだよという、君の考え方がおかしいから、しかし君の勇気は買う、どういうことですかって言うから、君ちゃんと、名前は俺も聞いてないけども、
携帯の番号もここに出てるし、意見を言うことは違う意見を戦わせるってことはとってもいいことだから、僕も君と話をしたい、これからやりましょうということで一応切りました。その後早速私がブロックに上げました、今のようなことをかいつまんで。そうすると批判の三重県の方の電気屋さんというこれ会員です、おいくら警察のテープ番組シリーズの中でスピード違反で千葉県警のパトカーとやり取りして2時間頑張った青年がいましたね。見事なもんです、彼がすぐ反応を出しました、皆さんブログをまず見てください、短くしましたからこれで終わりますが、その上でまたどういうことを言ったか、次々に面白い反応が出てきたか、どんどん現職の警官、それからこの動画に賛成の人反対の人、勇気を持ってあるいは腹立ちを持ってどうぞ言ってきてください。私と意見交換しましょう、あるいは喧嘩しましょう、 OK。